かなんてないよ。大丈夫だったな。ああ、よかった。よっしゃー、よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救う、でっかい初めの一歩だ。うん、お前ら、ピーヒャが喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、うん、アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。マリー、父ちゃん帰ったぞ。はいや、バレと先に突っ走ってった。うちの人、ここは7番街スラム。オプションでミッドガル全体図。おお、ここが7番街スラム。こうして見るとね、まだまだプレートがたくさんあるから、ミッドガルって本当に広いんだよね。それからちょっとこの話は正確なのかわからないけど、オリジナル版 FF7 ではそのミッドガルでいろいろ描きたいストーリーがあったみたいなんだけど、当時のその技術力の限界でいろいろとカットせざるを得ない内容があったという話を開発者のインタビューで聞いたので、ひょっとしたら昔から検討されていたような内容がリメイクで実装されたりとか、そういうことがあるのかもしれない。本日の列車の運行は終了しました。今後の列車の運行については明日の朝以降連絡が入り次第お知らせします。余った国ももらうんだ。すっげえな、プレートの真下にいるんだもんな。列車到着をお待ちの方は本日はお帰りください。揚げたてマルケのフライと揚げたて丸ごとマルケのフライって、おう、両方とも味付けずに。ジョブオファー、アルバイト募集してる。違いなんてないわ。へえ、ソフトドリンク。これね、ちょっと一人称視点でも見てみたいな。うわ、本当にスラムだ。犯人だ。プレートとスラムで触る。え、ゴール八番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんたどうした。魔鋼中毒かよ。またあいつか。魔鋼中毒だと思われてる。まあ間違ってはいないんだけどね。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー、俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは、うん、今日の反省かな。この先はモンスターがいて危険だ、帰りな。行ってもいいんだけどね。これは、ああ、この先危険、モンスターに注意。なんか英語、さっきのアバランチのあのビラは英語で書かれていたり、 なんだろう、いろんな言葉が混ざってんのか。現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。はい。これ
オリジナル版だと見下ろし型視点だから気づきにくいけど、ここはまた来ることになるだろうな。知ってるわこの場所で、スラム。もうこんなに賑わってたっけ。ネオン街のような。嘘だろ、職場があんだけど。信じらんねえ、早く火を消せよ。昨日言ったばっかりだ。あらら、職場がある人は気の毒に。なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。マリン。父ちゃんお帰りなさい。ただいまお帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え、バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。お、ジュークボックスある。あ、ダーツもある。クラウドは5年ぶりって言ったな。このダーツとかはそのうち遊べるようになるはず。こっちはどうなんだろう。 FF15 では多分遊べるやつ。バレット、報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。マリンは、まあマリンはまだこんぐらい幼かったか。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞーマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃ、お休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる。いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、このレコードのマークは、あ、ジュークボックスか。ジュークボックス。ティファーのテーマ？ああ、これからいろいろ手に入りそう。で、バレットはもうグラサンしないのかな？はい。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。
ああ、助かるよ。じゃあ、こっち。上、どんな感じだった？まあ、混乱していたな。マコーロが爆破された瞬間、だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンラを憎む気持ちも分かる。ナンパされてたよな。どうだった？アパート？バレットたちと揉めなかった？お前に足りないもの。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。アパートなんていただいてたっけ？テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。燃えてるの。じゃあ、人がいたわ。あれも嘘だよね。マコールって燃えるの？そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。覚えておきます。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。横は誰か住んでるんだ？拠点？とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はあ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。これは確実に魔鋼中毒だ。おい、大丈夫か？開けるぞ。
人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ、番号が割り振られていたあたり、実験サンプルの一つだったんだろうな。あれ、鏡がなんかめちゃくちゃのっぺりしてるっていうか、反射しない。なんかドアも結構のっぺりしてたけど。お、朝だ。あ、朝は朝で意外と明るいんだ。お、めっちゃ明るい。そしてまた上のプレートがすごく鮮明に見える。これ倒壊したらもう下のスラムなんておじゃんだ。やめとくか。あ、上に登れる。ちょっとマップを。あ、まだこの辺エリアがあるね。これはアイテム屋か。上登れるだけかな。なんかあった。フェニックスの尾。まだダウンしてないからわかんないけど、どんな感じでフェニックスの尾を使うことになるんだ。というかこの BGM、 オープンワールドに繰り出した時に流れる BGM だ。あ、そしてちょっと外が見えるのかな、あれ。プレートの外。まあ、つまりはミッドガルの外か。いるのかな。あ、入らない。大家さん？おや、あんたがクラウドだね。私は大家のマーレ。で、一昨日来たんだって。それまでは上かい。いろいろだ。わけありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ。泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。モップみたい。もうティファはとっくにセブンスヘブンへ行っちまったよ。はいはい。ちょっとこのスラム街全域を見てみたいな。自警団が見回り強化してくれるってよ。協力者を選定中。普通にライフルとか持って武装してるけども。怪我したくなけりゃ近づくんじゃねえ。誰に口を聞いてるんだ。でけえ剣だな。え、何を言うの。便利屋。協力者を選定中。ウェポンズ武器屋。あ、上に登れる。こういうところはだいたいアイテムがあるんでしょ。分かってるよ。あった。おじさんつった。どう見てもお兄さんだろ。ちょっと顔色の悪い。こっちはなんもない。明日俺が挑戦してやる。一人じゃダメよ。兵団の建物も。広いな。まあでもみんな建物はバラックみたいな即席で作ったようなボロ小屋ばっかりだ。
はたくさんいるけど。食料品とか買いだめしといた方がいいかしら。初心者の館？柄の悪い人と付き合ってたんだっけ。探さないでください。時系団だな。何ですか。感動の涙と鼻水が止まんねえ。マイニャンコたちを見るだけで俺は幸せだ。それはアレルギーなんじゃない？今一瞬アレルギーって言ってたね。はい、こんなところか。最近また猫も増えたのよ。時系団ちょっと衛生面があんまりよろしくなさそう。ああ、喧嘩売ってんの。この車解体するよ。列車が止まっちゃったせいよ。星。あ、これは元の場所に戻っちゃうのか。こんなところか、スラムは。課長の読み通り、